に行くこの角行くいい女を見ろよ。お、いい女だね。男が見るとゾクッとするね。あれ、お前知ってる？知らねえな。知ってるよ。あれな、乾物屋の御家さん。え、御家さん。俺はよくわかめなんかね、買いに行ってね、まあ、追線もらったりしてね、あの時はね、そんなにいい女じゃなかった。そうだ。ね、女ってのは好きだね。やつれた方に便利をこのスッと刺したりするね。実にこの色っぽくいい女なんだ。そうか、御家になるってえとあんなにいい女なのか。じゃあ俺の女房も御家にしなんてバカなやつがいるもんでございますよね。これは間抜け落ちって言うんでございます。こんにちは。こんにちは、こんにちは。おお、ハッツァーがどうしたんだ。ちょいとね、今日はね、ご隠居に教わりたいことをしてた。なんだよ。なんだって、ちょいとね、悔やみの文句を揃えた。なんだ、悔やみなんてな、大体決まって、そうなんだ。あっしはね、悔やみなんてね、頭下げて、もんもん言ったらいいなと思ってね、思ったんですよ。でね、この間ね、初めて悔やみ言ってね、泣いてる御家さん前にしてね、さて、この度はってこの頭下げて、これ知れたと思ってね、ひょいっとこの顔を見るとね、仏壇の前にこのおいしいものがずらーっと並んでるからね、思わずあした、ごちそうさんって言っちゃったんですよ。もうそしたら泣いてる御家さんがね、笑い出し、どうしようもないんですよ。だから、今日はね、聞いてる人はね、このほろっとこの涙流すようなね、うまい名文句を教えたいんだよ。まあ、うまい名文句なったらないがな。そうだね。さて、この度はご愁傷様なことでございます。人は老少不女、里親がたかや人の命、若いから死なない、年取って暮らし散るなんてことはございません。あんまりこのお嘆きになりますと、亡くなった方が帰って浮かれません。今後のことをしっかりとやっていくことが残された人の務めでございますなんてことを言ってな。あとはこれお手伝いして帰ってくるんだね。ところでお前、誰亡くなったんだよ。ええ、伊助子旦那がね、また亡くなったんですよ。お前何言う、お前何つった今、また亡くなったって。人はそんなにな、生きたりしてするもんかい。うん、あしはね、これドンってね、もう生きちゃってね、もうは頭上走っちゃうからね。これから説明しますとね、8年前にですね、伊勢屋のお旦那亡くなりましたね。ああ、いい方を亡くした、仏と言われたな。そのお旦那が亡くなってですね、残されたのはめっぽう器量のいいお嬢さんとおばあちゃん。あの店がね、なんとなくの流行るって言ったらね、お嬢さんの顔見たさに行くんだよ。それぐらい美人なんだよ。そのね、さてご体験だね、お婿さんだっつんでね、いろいろこう見つけまして、なかなかなお嬢さんこう空立てに来られるんでね、あるいはひょいっとこれね、見つかったんですよ。で、あっしゃーもう婚礼に行って驚いた。こんなに世の中いい男がいるのかねっていうぐらいね、いい男なんですよ。まあ大体いい男ってのはね、どっかこの嫌味なもんでございますけどもね、すっきりだし、男子このお嬢さんとね、見出しのね、文句さんを並べるとですね、一対の大きさ、結構だね、高さを得ない。それでまあ、それでこのおばあちゃんも安心したんだろうとね、まあ、しばらくするとね、行っちまったんですよ。そうしたらね、夫婦二人きり、店は番頭さん任せ、もう二人でこの仲良くプラ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 してるんですよ。したらね、1年半も続くね、そのお婿さんがね、白いのを通り越してね、青ざまちゃんと、いやかと思ったらね、寝込んだって言うんですよ。明日宮に行こうかなと思ったらね、死んじまったんですよ、気の毒にね。それでね、これで今一人目でいるわけいけないって言うんで、また二人目のお婿さんもらったんですよ。したらあなたね、まあ人間あんまそんな丈夫ね、もう丈夫意識ね、人間徹夜ねんだろうね、あんな丈夫じゃなくたっていいと思うんですね。顔がでかくてね、首がなくてね、どうかるかすぐもう頭なんだからね、風邪ひかるね。でね、あしらはね、みんなこのブリになってるんだよ。なんとかブリになってね、
シナモンが好きでね、油揚げってね、ホルモトエビ出したことブリになってるんです。このね、ブリになってね、このお嬢さんがこのうまくいくのかなと思ったら、女ってな、不思議だね。前の亭主が一層高いの、でも結構高いって言ってね、安心したしたらね、そのブリがね、またね、1年半ほどするとね、ゲソってなってね、ブリがね、なんとね、アユになっちゃったんですよ。いや、いいのかなと思ったら、ね、心配したらね、また寝込んじゃってるんですよ。で、一緒に何行こうかなと思ったらね、死んじゃったんですよ。気の毒にね、本当に。で、またね、一人でいるわけいけないんで、また3人目のこの亭主に乗ったんですよ。そしたらね、まあ1年半なんか持たないでね、たった8ヶ月で死んじゃったんですよ。まあだけど、あの狂って仕組みして、なんでコロ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 死んじゃうんですかね。まあ石前の家には行方あり、あ、それはな、石前の家に行方ありって言ってな、お父さんお母さんがな、立派なことするとな、残された子供たちにいいことがいっぱい来るってんだよ。そうだよ。え、なんであのあんな美人のね、あのお嬢さんにあんな信じまんだろうね。お前ね、分かりそうだもんじゃないかね。お嬢さん綺麗なんだろ。綺麗なってもんじゃないんだよ。私はね、今からこのね、悔やみ行くと思ってね、もうゾクゾクするぐらいいいよなんだよ。それでな、だいたいな、お嬢さんね、女房が綺麗すぎるね、亭主に暇がありすぎる、夫婦仲が良すぎるとね、大体この3すぎると言ってな、大体亭主は短命だ。なんでその短命って言ったら、短い命と書いて短命ね、長生きすると長命だ。じゃあ夫婦仲がいいと早く死んじゃうの？夫婦仲がいいったってすぐ仲いいんだろう。すごいよ。あのね、あっしはね、このブリでもなんかね、生きてこの中庭の大きなあの椎の木に引いちゃったってね、あっしはこの竹のところを持ってこうのこ引いたんですよ。したらね、ちょうどね、ご飯時でね、障子がこの半減を抱いてるからね、あっしはこの見るとまで軸見ちゃった。そしたらね、あのお嬢さんがね、お鉢の蓋を開けてね、美味しいご飯のふわふわっとおるんですよ。あそこんちは変わってるね、このご飯ふわっとおるんです。それ当たり前だよ。嘘だよ、うちなんかね、もう今日でいっぱい行ったくない、もうギュッ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 と引っ越っちゃった。それはおまんちゃん変わってんね。そのね、ふわっとよそったご飯をね、お嬢さんこの素直に出さないんだよ。このガクってこうなっちゃったね。あ、なんとってですよ。ほいでね、ブリになるからね、カッとこう掴んじゃってね、お前、ゆうべは楽しかったね、どうしてこの野暮な昼間があるんだろうね、なんバンと言ってるんですよ。ね、夜ばっかりやったらね、ほとんどその仕事なくなっちゃった。だからね、足はね、もうじれたくなっちゃってね、早く食えって言ったらね、まあそれが聞こえたら聞こえないじゃないですかね。お嬢さんがね、あなた、こんなことをしてても仕方がありません、お口をあんぶしてくださいや、お口あんって買うかな、あいつなんかね、茶碗とボーンと放り込んでね、茶碗ボーンと落としたら、ね、あと吐き出さいんで、もうそれぐらい口がでかいんだろうね。それをね、お婿さんがね、ブリなら、それがね、口をって開けてね、このお嬢さんがね、もう飯をこの山頂でピッて入れたら、あら、すっぽりあったわ、ゆんべみたいなんてバカなこと言ってるんですよ。もうあっしはね、このね、どこをこう引いてたらね、自分の乗ってるね、枝を振っちゃったからね、ドカンと落ちてね、もう腰は打つわね、肩は打つわ、もうひでえくなっちゃったね。でもね、仲のいい夫婦ってのは、まあよく聞いたけど、あんな仲のいい夫婦はなかったの。そうだろ、お前よく考えなね。ね、お嬢さんがお鉢の蓋をパッと取るね、ふわっとここによそったご飯をこの差し出す、そうするな、ブリのね、手とお嬢さんの手がこう触れたろうな、ご飯はね、真ん中にあってね、周りを見るとね、誰もいないんだな、ね、手と手が触れ合うね、目の前にあのゾクッとするようないい女がいるね、
飯なんか明日食えばいいじゃないか。なあ、短命だろ。わかんねえな。手と手が触れるよ。コロッとしっぱコロッとなんか知らない。もうよく考えない。なあ、お嬢さんの手ね、ブリの手ね、手と手が触れる。目の前にはゾクゾクとするほどの振りつきたくなるようないい女がいるな。うん、わあ、息を張って指から毒が出んで。バカだねお前。お前まだわかんねえのかな。まあよそ、ご飯よそで、あそこにこたつあるかい。こたつあるねかなんて思っちゃうな。ヒノキ作りでね、布団なんかも輝いてね、もう立派なもんなんだよな。そのね、お嬢さんのわしがこのハラッと入ってブリンダーがこう布団の中に入ったろ。そうするとこのお嬢さんの人がこの畑でこうもんもでくるっとくるだろな。ブリンダーの足もこのお嬢さんの子がくれるだろな。周りを見ると誰もいない、夫婦二人きりね、短命だろ。わかんねえな。わかんねえ。わかった、足から毒がつく。バカだよお前。お前まだここまで言ってわかんねえのか。お前よく川柳に言うだろ、ね、信州信濃の新そばよりも私はあなたのそばがいいと言うだろう、ね、新婚にはそばが毒だと人がいいと言うだろう。まだわかんないんだかな。新婚は夜することを昼間すると言うだろう。あ、わかった。何だ、何ですね。子供作ることだろ。そうよ、俺明日がドーンとかっちゃうんだけど、隠居なんかね、お鉢の手パッツルルってどこわからないんちゃうね。さっちゃんズバッて言ってくれたらすぐわかっちゃうんだな。どうもありがとうございます。これからの頑張ってまいります。なんだ隠居はね、なんかズバッて言ってくれたらすぐわかっちゃうんだけどね。なんか腹減っちゃったな。おい、家帰って飯食って、それから行こう。おい、おかえりわけちゃん、あんたどこのお宅ってんじゃないよ。え、お宅ってね、こんなことなってんじゃないよ。腹が減ったんだな。飯くれ、飯なんかそこにあるよ。あるよったってない。みかん箱の上に猫の茶碗が乗ってるだけじゃないか。あんたが食べた後ね、猫の茶きれいに洗っとけばね、猫はなんとも食えないよ。お前ね、お前、俺は猫行くかい、ね、ちゃんとね、俺の飯、ご飯茶碗で持ってくれ。わかりました、わかりました、わかりました、うん、お前今何やった。どこお前拾ってんじゃないか。よくわかんないの。ちゃんとね、しゃもじでこうよそってくれよ。あんたね、しゃもじなんかやるとね、ご飯がこういっぱいついてね、なかなか落ちないよ。女の苦労もわかんないじゃん。わかりました、わかりました、うん、はい、ね、はい、はい、ほれ、おっとお前、放るんじゃないよ、俺は分かってるからちゃんと受け止めるけどな、知られたら横に太んでんじゃん。だからちゃんとよそってくれよ。分かりました。はい、それでな、おのおとって渡してくれよ。何を変なことをね、男ってのはつまんないことをね、女房させようとするんだから、3日行くよ、一緒に行け。分かりました、分かりました、分かりましたよ。うん、あの、どう、おっと来た、来ましたよ。手と手が触れる、ね、手と手が触れる、ね、周りを見ると誰もいない、ね、目の前にはゾクッとするほどのいい女。